まあ、でも今もう40になって、はい、こうやっぱり20代からトレーニングを始めて30代まるっと経験して、はい、やっぱりトレーニングは、まあ、そういう面ではだんだんちょっとこう年代とともにいろいろちょっといい意味で落ち着いてきて、そうですねって感じですか。うん、でもやっぱりなんだろうな、もう少しこうあれが必要かもしれないですね。この やる気っていうか、もうもっとこう若い子のこういうのも欲しいなと思って、うん、今年はこういう風に行こうかなってちょっと思ったんですけど、なんかまた、うん、やっぱいつもの感じがいいなみたいな感じは続いちゃうんですけどね。でもやっぱこう我々にとってやっぱ若い子なんかいい刺激になるじゃないですか、うん、そうですね、ここさっき見たあの豆タンクさんとかね、はい、うん、やっぱああいう子が出てくるとちょっとおっちゃんもう一頑張りしないとなっていう気持ちになりますよね、はい、だからちょっと変えた方がいいのかななんて思いながら、なんか模索しながらやっていこうかなって感じですね、はい。